シーネズビコ、全県古実より、シーネズビコ、ケヤキネズビコ、またはウズヒコは、日本神話に登場する神、神武統制において登場する和国作りの祖、神武天皇が統制において、即旧門で出会った国津神みで、船地の先導者となる。この時、日本書紀では、極歩で魚釣りするところを、シーの竿を授けて、三船に引き入れて、 なお、名を渦彦から、しーねずびこに改めさせたとあり、古事記では、亀の甲羅の上に乗っていたのを竿を差し渡し、御船に引き入れて、高うねずびこの名をたまわったという。日本書記では、その後、神武天皇に検索して、兄、四季を挟み撃ちにより破る。また、神武天皇の即位後に褒章として和国作りに、任命された、即休門については、諸説ある。日本書記では、 大湯海峡を指すと考えられており、大分県大分市佐賀の関には、シーネズビコを祀るシーネズヒコ神社がある。古事記では、キビ国の小島湾港を指すと考えられる。岡山県岡山市東区水門町には、渦ヒ彦の乗った大気の化身とされる亀岩を祀る亀石神社がある。あるいは、古事記が、キビの高島湯から何和に行く間に、即旧門を通ったとある点から、これを、 明石海峡とする考え方もある。また、シーネズ彦命を祭神とする神社には、兵庫県神戸市東灘区元山町の安倉神社がある。安倉神社有所書,書によると、社名の起因も一シーネズヒの子孫たる倉人、水森ひ氏が祖先を祭祀した手祭りに、三冠役の戦利武器を収蔵するよりとあり、神務統制時速、旧の門に現れて、 軍勢を先導したとある。シーネズヒコイノチは安倉神社の南に位置する神戸市、東灘区の青木の浜に青亀の背に乗ってこの浜に漂着したという伝承があり、それが青木の地名の由来となった。義義隆は安倉神社について、シーネズヒコイノチは大阪湾北側を支配する海譜の主張であったとされ、西の宮恵ビスの奥エビス社の元宮と推測している。 加護神社のヤマトスクネタンゴ半島の加護神社には、別名、渦彦、ヒコ、シーネズビコ、新筆彦加護九州最人天孫彦美名の地第四代、海風宮次下四代目の祖神武統制の都市、明石海峡に亀に乗って現れ、神武天皇を先導して、何は、河内、ヤマトへと進み、幾多の検索によりヤマト建国の第一の、功労者として、 神武天皇から、山戸宿根の称号を賜る。外に、大和の国像、和直とも言う。とあり、境内には、亀の背に乗った和宿根の像がある。海舟、形図二巻のうち、冠中形図の注文には、彦尾名命、剣意気命、うまめびこ命とも、彦尾名命、彦ほほでみ命、剣意気命、山戸宿根ともある。ただし、海舟形図の信憑性の低さや、 和スクネイノの別名に疑問がある上、仙台九字本義には、慶光天皇の御子とある。父は、渡積神の孫、文紀いのちで、子に、島積みイノがいる。また兄弟に、八木氏の祖である八玉彦いのちが、重帝に、高倉下がいる。日本古典文学大六67日本書記、上1967年、岩波書店、P190、頭中。 神戸の神社市内310社案内2000年、兵庫県神社町神戸市支部編著、日本の神々、神社と聖地、三節、河内、泉、淡路2000年、谷川健一、山和岩尾、落合重信、川尻忠、小林明、武田慎一、田村敏久、安瀬博市、浜岡紀美子、林力夫、古田実、松下幸松本緑幸編著、 白水社、邦賀敏を、国宝、海復死刑図への疑問、樹の利幸夫様、2006年、ありがとうございます。